さあスタートしていきました男子の 50m バタフライです。4レーンの長谷川拓也は予選トップ通過でした。23秒台を出しています。3レーンの高安涼はこのバタフライ引っ張ってきました。さあセンターレーンの2人並んでくるか。さあ上位大混戦になっています。さあ誰が勝つか分かりません。さあタッチの勝負になりそうです。勝ったのは誰でしょうか。勝ったのは3レーンの高安涼、1秒99での見事な優勝です。2着に